47番久光優太さんです。まあ、ってこと結構あったんですけど、やめようかなって悩んだことは一度もないですよ。ちょっと友情出演させていただいたんですけども、神奈川県の大和市というところで美容室を、営んでおります久光優太と申します。よろしくお願いいたします。美容師そして美容家として活動しておりますので、今日はまあその美容を少しちょっと披露させていただければと思うんですけども、モデルさんを用意していただけたということでよろしくお願いします。ちょっとご希望の美容屋さん。指名がありました。髪の毛ないんですけど、大丈夫なんですよね。今言ってるに美容師でもあり美容家でもあるんで、カットだけじゃないんですね。うちは例えばヘッドスパとか人気メニューありますし、うん、そうですね、髪の毛ないんでちょっと今日はヘッドで簡単な普段はシャンプースペースでリラックスしていただいてヘッドスパするんですけども、ちょっとここで座ったまま少し簡単にやるだけでこんなに顔が上がったりするんだよって、顔がサイズがちょっとクッとちっちゃくなるんだよっていうのをお見せしちゃおうかなと思います。で、普通にやっても分かりづらいんで、もうあえてね半分だけやっちゃおうかなと思いますので、すいません、半分だけちっちゃくなってください。あ、ご祈祷してもいいんですか？あ、いいですよ、じゃあやりましょう。いいですか？はい、じゃあちょっとご祈祷させてもらいます。はい、妙法蓮華経妙法蓮華経だら日本第26アニマニマネママネシレシャリテシャマシャビサセントーライサビチョビシャリアシャリケタカラカバシャハシャビシャニナビタウンタラネビタタンドハルシダイウクレムクレアラレラシガシアサマズブタグレナマソガニクサネバシャバシャマンマンシャータウドタロータシャプシャラシャシャータアブロムナテヤザレマカザレウキモキヤラテネルタテチニシチニチンネリチンネリチハチアリナレトナリアナロナルクナビアアキャネカネクリケンダリセンダリマトイジョルセネアチデバイデバイデンブラバイデレビ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 トーローライトーローライトーライ特務消防人皆さんご身体健全をご祈念いたします。ありがとうございました。いい香りも漂ってきて、なんか心が癒されました。本当になんか頭をねこうやってマッサージしていただくのってすごく気持ちいいですね。でもマッサージしながらご祈祷っていうのは初めてじゃないですか？初めてです。本当に様もびっくりしてるかもしれないです。やっぱりね、私は初めての挑戦をここで意味をしてるんですね。そうですね、そうです。はい、新しいことにこう挑戦していきたいなと。はい、ひなちゃんと一緒でなんかいつも新しいことに挑戦したり、あとなんか頼まれたらもうすべてイエスということでやらせていただきます。もうそろそろ顔上がったんじゃないですかね。はい、どうでしょう。正面の方、左の口角が上がってるとか、右目が上がってる、うん、結構こんな感じですね。そういうことです。ついでなのでここで分かったところで、あ、本当だ、すごい、はい、はい、すごい、ね、こんな一瞬で、すごい。ありがとうございました。なんか右目当たりでよ、あ、じゃあ裏でお願いします。はい、ということでありがとうございました。
鏡に見せてもらっていいですか。ありがとうございます。口の口角上がってる。上がってる。全然こっちだけやって、やってもらったの。すごい。ボーボーの高さとかも違うかな。でもね、ミオさんすごいやっぱケアされてるのか、自分がやることだからか、そんなに落ちてないんですよ。もっと、ね、まぶたがそう、そう、まぶたが落ちたりするから、目がパッチリするんですよ。なるほど。だけど、もともとパッチリしてるんですよ。あ、そうですか。ポイント入っちゃってるんで、少しそのこちらから出てきて。ついでにこれかけやすいの。座っていいですか。いいですか、借りていいですか。ちょっと待って、ちょっと私の写真、ちょっと写真撮ったら、写真撮ることだから。ね、目パッチリしてください。バチリね、結構パッチリしてるんですよね。うん、もし、うん、クマがすごいんで、ここ隠すだけでだいぶ変わるんですよ。そうね。そうなんですよ。すごいね。起き上げてとか、起き上げて。何もされてないんで、私は見てる。あ、これ期待も、なんか。これね、あれです。真相解決するためにいるんですよ、はいはい、そういうの、やっぱね、流すんですよね。なるほど、はあ、一応だから舌下とかに入れたりする。あ、でちょっと口上げていただいて出るのがいい、出るのがいい。そうするとより効果出やすいですね。はい、わかりました。はあ、メイクさんのうなる。セミナー受けてる気分。すごいですよね。来てくれるとアポ取ってもらう。やっぱこれリンパなんですよ。これオイルじゃなくてね、あの、まあ、美容液みたいな、まあ、よく今ヒト幹細胞とかいうそういう系なんですよ。これもうね、女性だったら例えばもうまた中に入れてもいいぐらい粘膜でも平気な、うん、これつけるだけでも剃ったとかね。はい、はい、あ、終わってどうでしょうか、感想。ご自身のステージが終わった感想。そうですね、僕地味だったかな。この会場の皆さんに見えてたのかどうかちょっと気になるところですね。でも、はあ、手術受けてた人はびっくりですよね。そうですね、ありがとうございます。はい、ここの、ええ、ステージ裏にいるメイクさんたち皆さん見てたっていう。そうですね、はい、そう、ちょっとそのびっくりが皆さんにも伝わってたら嬉しいなって思います。審査員の方とか前の方だから見えてたと思うんですけど、はい、もうより近くで、まあ、コロナ禍なのでできないんですけど、そうですよね、近くで皆さんに見ていただきたかったですね。そうですね、はい、ではステージ上で、ステージ上で施術するってどうですか。僕普段例えば美容業界も長いですけど、コンクールとかも一切出ないんですよ。なんでせっかくいただいた機会なので、ちょっと新たな挑戦としてやらせてもらったんですけど、まあ、これはこれでいいのかなって。普段は例えば髪作るのでも、こういうなんですか、舞台映えするようなのじゃなくて、普段街歩くときにいいようなスタイルを作るので、そういうのを売りにしてるんですけど、ここで何を派手なパフォーマンスあるかなと思ったんですけど、ひなさんの提案でちょっとそういうのやらせてもらって面白かったです。はい、良かったです。ありがとうございます。そしてとてもワクワクします。私の大好きな趣味の一つでもあります。そして私はここでロミオとジュリエットのお芝居にも初挑戦させていただきます。原田大二郎さんは明治大学でシェイクスピアを教えていたと聞いています。緊張しますが、後でアドバイスなどいただけると嬉しいです。では始めます。おう、ロミオ、ロミオ、なぜあなたはロミオなの？
おお、あれはジュリエット。君の悩みや悲しみやすべて僕がカットするよ。王子様。カット。カットするなら、ヤラさんをフィーネに言ってくださいね。お待ちしております。草光さんにも王子役として出演していただきました。